いつもご視聴ありがとうございます。今回は11月制度クロスについてお届けしていきます。今月は銘柄数も少なく、それほど制度を考えている方は少ないとは思いますが、当チャンネル恒例シリーズとしてやっていきます。内容はこのようになっております。まず前半で11月制度クロス概要、11月制度クロスの目的、後半では全貸借リスト、ほぼ全ての貸借銘柄を取り上げてお話ししていきます。現時点で停止となっている銘柄、また長期保有が前提でカバーする価値も薄い銘柄は対象から除外しています。最大損失、最大リターンがわかる資料を使い、停止狙いの有効性についても予想してみました。11月、5月銘柄のロングカバー、制度クロスを使って長期保有条件を抜く対象銘柄はこちらの動画でお話ししています。よろしければご視聴ください。説明欄にてリンクが貼ってあります。また先日リニューアルいたしました制度クロス入門の基礎編、こちらも用意しております。この動画で使われる用語や制限措置などが理解していただける内容となっております。ぜひこちらもご視聴ください。それでは行きましょう。まず11月制度クロスの概要からいきましょう。権利付き最終日は11月28日月曜日です。逆ヒブ日数は1日で、制度クロスとしては簡単な日数となっております。無条件必勝銘柄はありませんが、条件付き必勝銘柄は3銘柄あります。現在必勝条件の銘柄は1銘柄です。貸株注意喚起指定の銘柄が4銘柄あり、この中には優秀な銘柄も含まれています。あとは現在のところ通常条件、銘柄の需給状態から見てこのまま通常で走る銘柄が多いと見ています。11月制度の目的とは、一般でも比較的簡単に抑えることができた11月にあえて制度をやる意味とは何があるのでしょうか。まずは一般の取りこぼしのカバーです。これは11月に関してそれほど難しい銘柄はありませんでしたので、そこまで需要はないでしょう。5月からのロングカバー用に行う場合、5月からここでゴールとなる銘柄は9層、9ピーがあります。これらの銘柄を5月にカラクロスをしてここへ持ってきた場合に仕掛けるパターンです。また5月からのロングを目指す場合にはここでのカラが必要になってきます。そして今年からのロングカバー、これは今年はカラから入って来年5月を経て11月に回収していく流れです。あとは配当クロスも考えられますが、これも後からお話ししますね。様々な目的に合わせてご活用していただけるように銘柄を選んでおります。ぜひお役立てください。今回は今月から試験的に始めている L 指定ロングカバーを狙っていくために5月銘柄も一部収録しております。L 指定銘柄はここからロングを目指す銘柄、強引指定は5月からのカラクロス、ここで完成となる銘柄、5L 指定は5月からかつ来年の5月で完成となる銘柄です。ここから入っていく銘柄ではありません。最大損失、リターンを表示し、売り停止狙いの有効性、可能性を予想していきました。各最大リターンは、権利付き最終日に約定させた場合を想定しています。ここから入っていくと、追加でコストがかかるため、ご注意ください。それでは見ていきましょう。まずは 5L 指定銘柄。こちらは5月からのカラクロスで、さらに、ここでのカラクロスが必要な銘柄です。ここから入っていく銘柄ではありません。現状需給面では、目立った悪化はありません。配当のあるハニーズ、ニッケは無傷ではない可能性がありますが、それほど大きな数字にはならないと見ています。続いて、5位指定銘柄。こちらは、5月からのカラクロスが必要で、ここがゴールとなる銘柄。こちらも、受給面でこれといって目立った兆候はありません。どちらも配当がありますし、半年と条件も軽いため、多少の逆ヒブはもらう可能性があります。無傷に近い水準でいけるかどうかは、今後の受給と当日の出来高次第となってくるでしょう。ファーストブラザーズ。プレミア優待クラブ系で、株数も非常に多く必要です。配当が非常に大きく、ある程度は控除でリードは取れますが、極めてハイリスク。現状は、受給面で目立った兆候はありませんが、今後悪化を見込みます。注意喚起指定で、早期停止でなければ、旨味はないと見ています。
ウェザーニューズ。株主優待の内容よりも配当取りに妙味があると見ています。しかし今回需給面があまり良くない状況です。配当クロス候補にはなってきますが、それほど甘い感じではありません。コスモス薬品、一般でまだカバーも可能と思われます。5月比で株価も上昇傾向であり、最良のパターンは優待プラス配当取りですが、なかなか厳しいと見ています。株数が多いので高額にはなりづらい銘柄ですが、信用買いが少なく受給面は良くない状況。無難に一般カバーで良さそうです。サーラコーポレーション、優待内容は微妙ですが配当は 1% あり、株数も多い銘柄。受給面では普通で、今後一般カバーもまだ可能であると見られます。配当控除次第で 1.08 円まで逆ヒブ保険がつき、悪くない銘柄でしょう。タマホームです。クオカード系銘柄で中間配当がありません。現状需給は良い状況で、うまくいけば安値決着も見えます。配当がないので攻めやすい銘柄です。サムティです。一般カバーが難しくなってきました。配当が非常にいいので、ある程度控除前提でリードは取れます。需給面で現状は普通ですが、今後悪化を見込み最終日にはそれなりの出来高になってくるでしょう。最高は無傷で配当取りプラス優待ですが、さすがにそこまでは望めません。しかし通常で走る限り最大損失は850円程度であり、ここに控除があればそこまで大きな損失とはならないでしょう。悪くない銘柄ではあります。 L 指定ファーマライズ、ロングカバー指定銘柄です。ここではカラクロスですが、来年回収を目指します。需給は普通で動きはありません。配当もなく出来高もおとなしい状況ならば安いと予想します。無傷の可能性もそれなりに高いでしょう。L 指定アステナホールディングス、ロングカバー指定銘柄です。ここではカラクロスで来年回収を目指します。需給は現状よく、このまま走れば無傷の可能性もあります。配当はわずかですが、配当取りのカラクロスというのも見えます。 L 指定東西、ロングカバー指定銘柄です。ここからでも優待品の回収は可能で、来年5月期のカラクロスで来年からクオカードが追加されます。需給は良くない状況で、配当もいいため配当取りは現状難しいと見ています。一般カバーもまだ可能であると考えていますので、一般でカバーしていくのが最善ではないかと思います。しかし通常で走る限りは必勝ですが、一般でも100円に満たないコストなので期待収支は低いでしょう。大光です。株数が非常に少なく逆ヒブは厳しくなりやすい銘柄。最悪臨時措置10倍も視野に入ります。停止狙い評価は三角です。現状の需給面で見ていきますと、売残高が103,400、買残高が4,500で売りが押している形ではありますが、この程度ではまだ停止にはならないと見ています。もう少し悪化して売りが膨らむようなら停止もありますが、現状そこまで高確率ではありません。串カツ田中、株数非常に少ない銘柄で停止狙い候補の大本命となります。いかに早期停止を引けるかが鍵で、遅くなれば最高も十分ありえます。停止評価は20丸で、非常に高い停止狙い価値があると見ています。現状は売りが187,900、買いが79,900で、今のところ大きな需給悪化はありません。今すぐに止まるとは考えづらい状況です。ただここから確実に需給は悪化してきますので、そのいいタイミングで入ることができれば勝機も見えるでしょう。止まらなければあまり旨味はないため、止まるかどうかが大きな勝負になってきます。株価が高いので早期からは入りづらいのがネックですが、こればかりは可能性を読んでいくしかありません。以上、今回も毎月恒例売り停止狙いやっていきました。銘柄数が少なく停止狙いが有効とまでは言えない状況ですが、高配当銘柄も多いため配当取りも視野に入れていけば攻められないことはないといった形でしょうか。最後まで見ていただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。